原理論では空間が25次元。意外に思うでしょうが、物理学の理論の多くは次元の数を選びません。力学のニュートン方程式も、電磁気学のマックスウェル方程式も、重力理論のアインシュタイン方程式も、どんな次元の空間であっても解を求めることができます。それらの理論は次元フリーなのですが、現実の世界を説明するためにたまたま三次元空間を使っているだけなのです。しかし原理論は違います。この理論では空間が25次元しか許されないのです。それ以外の次元を考えると理論が矛盾してしまうのです。次元の数が決まるということは物理理論として前代未聞のことなのです。ニュートン力学やアインシュタインの相対性理論でも決まらなかった空間の次元が必然的に決まるというだけでも超弦理論が画期的だと言えるのでしょう。素粒子物理学者は宇宙の様々な性質を基本原理から導こうと努力しているのです。なぜ我々の空間が三次元なのかという問いは根源的な問いと言えるのでしょう。マクスウェル理論もアインシュタイン理論もこの問題に答える見込みはありません。これらの理論はどのような次元でも考えられるので、次元がどうして決まったのかという問いに答えることができないのです。これに対し原理論では理論自身の整合性から空間は25次元だと決まってしまいます。超弦理論の次元を考える前に原理論で空間が25次元だという結論が導かれた経緯を説明します。原理論で使える空間は、原理論が提案された当時、通常な理論と同様にどのような次元でも使える次元フリーの理論だと考えて、三次元空間の現象の説明に直接使おうとしたのです。ところが三次元空間の物理量を計算したところ、確率を求める計算で答えが負になったり1より大きくなったりしたのです。ある現象が絶対起こらない場合は0、必ず起こる場合は1です。0と1との間に収まらないならば意味がありません。量子力学では物理現象が起きる確率の計算が重要になります。そこで無意味な答えが出てしまうこのような理論では役に立ちません。ラトガース大学のクラウド・ラブレースはこの問題に驚くべき解決法を提案したのです。三次元で計算するとおかしな答えが出るこの問題をもっと高次元で試したところ、ある特別な次元で確率の値が0と1との間に収まることを見つけたのです。当時としては異なる次元で考えるということはとても大胆なことだったのです。しかもその特別な次元はなんと25次元だったのです。
この事件だけが原理論ではまともな答えを出すことができるというのです。ではどうして原理論で25次元が決まったのだろうか。弦には様々な振動状態があり、それぞれ異なる素粒子に対応しています。アインシュタインの特殊相対性理論では光の速さに特別な意味があります。どのような粒子でも光速より速く進むことはできません。質量を持った粒子は光速より遅く、質量のない粒子だけが光速で進むことができるのです。ところが三次元空間での原理論で光子の質量を計算してみるとゼロにならないのです。光子に質量があっては特殊相対性理論と矛盾してしまいます。ではなぜ原理論では空間が25次元の時に限って光子の質量がゼロになり特殊相対性理論との矛盾がなくなるのでしょうか。弦が振動すると振動エネルギーを持ちます。振動せず止まっている時には最低エネルギーの状態になります。量子力学の不確定性原理で許される最低エネルギーの状態、すなわちその弦の量子揺らぎのエネルギーはゼロではなく、その弦の振動数に比例します。よってこの弦の量子揺らぎのエネルギープラス振動エネルギーが弦全体のエネルギー、すなわち質量になります。光子の場合それがゼロでなければなりません。原理論では25次元の場合のみ光子の質量がゼロになるのです。今までの話だけでは信じられませんよね。では計算で確かめてみましょう。弦の最低エネルギーの状態ではすべての振動数において量子的に揺らいでいます。この量子揺らぎのエネルギーの大きさは弦のすべての振動数に比例します。弦の振動エネルギーはすべての振動モードを重ね合わせたものになります。弦全体の最低エネルギーは弦の振動数括弧1プラス2プラス3プラス…括弧閉じるに比例します。次に弦の振動する方向を考えると、弦は空間の次元の数だけ様々な方向に振動できます。光は横波だから進行方向への振動はありません。よって空間の次元数をラージ D とすると、弦の揺れる方向の数は進行方向を差し引いて D-1 になります。その各々の方向について最低エネルギーは1プラス2プラス3プラス…に比例するのです。この弦の揺れる方向をすべて合計すると D-1 かけることの1プラス2プラス3プラス…となります。これで弦全体の最低エネルギーが求められました。次に弦が光子に対応して振動するための
振動エネルギーを求めます。量子力学によれば、あるモードの振動エネルギーは、そのモードの量子揺らぎのエネルギーの2倍になります。したがって、最初のモードの量子揺らぎのエネルギーを1とすると、振動エネルギーはその倍2になります。これが光子の振動エネルギーです。以上を合計して、光子全体のエネルギー（括弧振動エネルギープラス最低エネルギー括弧閉じる）は2プラス括弧 d マイナス1括弧閉じるかけることの括弧1プラス2プラス3プラス点点点括弧閉じるとなります。特殊相対性理論と整合するためには、こうして求められる光子のエネルギーイコール質量はゼロでなければなりません。ところが、この式をよく見ると、最初の2は正の整数括弧 d-1 も、 d は空間の次元の数だから負になることはありません。すると、光子の質量がゼロになるためには、括弧1プラス2プラス3プラス点点点括弧閉じるが負の数にならなければなりません。そんな結果になるとは考えられないことですよね。しかし、そんな答えが出る不思議な公式を見つけた数学者が18世紀にいたのです。レオンハルト・オイラーです。その彼が残したオイラーの公式と呼ばれるのがこれです。すなわち、1プラス2プラス3プラス4プラス5プラス点点点イコールマイナス12分の1。この公式をあなたは信じられるでしょう。正の数を無限に足していくと負の数になるというのです。このオイラーの公式を光子のエネルギーの式に代入すると、光子の全エネルギーは2プラス括弧 d-1 括弧閉じるかける括弧1プラス2プラス3プラス点点点括弧閉じるはイコール2プラス括弧 d-1 括弧閉じるかけるマイナス12分の1イコール2マイナス括弧 d-1 括弧閉じる割ることの12となります。そこで原理論の次元 d イコール25を代入すれば、2マイナス括弧25マイナス1括弧閉じる割ることの12イコール0となり、光子のエネルギーは0になります。こうして原理論では、空間の次元が25の時、光子の質量は0になり、特殊相対性理論と矛盾しないことが分かりました。他の次元で考えると、確率が負の値になったり1よりも大きくなったりと辻褄が合わなくなるのです。その結果、原理論では空間は25次元と決まったのです。では、原理論ではなく超弦理論でも25次元なのだろうか。それについては次の章で見ていくことにします。